サイドになります。コロナの関係でお客さんが少ない、もしくは閉まっている店もたくさんありますね。やはり快活クラブは駐車場がないので、残念ながら別の場所に行きます。どっかで U ターンします。昼の国際通り、ガラガラで人が少ないので、まあアルコール消毒した上でちょっと歩いてみようと思います。駐車場に停めて歩いてみます。ところが通りにはなかなか駐車場がないので、まあ裏通りになるんでしょうか。どこか駐車場を止めて歩いてみます。国際通りです。車を降りて国際通りを歩いてます。アテルマの沖縄地料理というのが気になったので、とりあえずメニュー見て美味しそうだったら食べてみようと思います。アテルマの料理店に入ってます。まあアテルマにも行きたいんで、まあどんな感じかなみたいな。この音楽がいいです。まあ地元の沖縄料理ということで、まあアテルマの料理を注文したので、まあどんなのが出てくるのか楽しみです。アテルマ定食です。まあゴーヤー食べたかったので、まあちょうどいいです。1月の13日13時、1時ぐらいです、昼の。テレビでもやってましたけども、国際通り急に人通りが少なくなったそうです。まあ感染予防して、少し観光して那覇を離れたいと思います。山城ブランドしゃぶしゃぶピューリューベッテーナです。本物の味とはどんな味でしょうか。車を走ってて気になったのがこの一番本通りです。ちょっと中に入ってみたいと思います。かなり長い通りになってます。しばらく奥まで歩いてみます。お土産品など買うなら結構この高速道の方が安いのかもしれません。なかなかいろんな店があって、今横ではもずくの店があります。海ぶどうであったり公設市場もなかなか探したらいい店があります。